というわけで今日はゴン太くんがやってきてくれました。いやゴン太くん、もう間もなくトリミングも終了ですけど、年末になりましたね。でもね、僕の中でゴン太くんはね、夏っていうイメージが強いんですよね。今年の夏は何をしてましたか、ゴン太くん。サーフィン。あ、サーフィンやってたの。あー、なるほど。やっぱね、あの暑い夏って懐かしいですね。来年の夏は何をしようかなとか考えてますか。ヨットとか乗ってみたい。あ、ヨット似合いそうですね、ゴン太くんね。やっぱりゴン太くんはね、僕の中で夏っていうイメージなんでね、ときめく夏を楽しんでください。じゃあまた来年も頑張ってね、夏に会いましょうってこともないか、毎月のように来てくれてるんでね。じゃあまた来年会いましょう。以上、夏をこよなく愛するゴン太くんでした。さようなら。